お願いします。はい、本日は、大宮を飛び越えてね、札幌まで来てるんだよね。はい、ということで、札幌に来てるんですけども、大宮七里ボーイズさんの、グローブ紹介をやっていこうと思います。で、今回紹介するのは、1年生と新1年生、今の小学校6年生、新入団選手、皆さんのグローブを紹介していこうと思います。中学生のグローブってすごい使い込んでて、味が出たり、逆にね、新入団選手とか、ちょうどグローブの買い替えの時期でもあるので、新しいグローブを、紹介することもできるかなと思うので、ぜひぜひ皆さん、この後要チェックです。はい、それではやっていきまーす。はい、はい、じゃあお名前、下の名前でいいんで、ゆうたくんです。ゆうたくん、1年生。はい、はい、じゃあちょっとね、グロビーウィルソンの、あ、じゃあ5本指でデュアルのね、これめちゃくちゃしっとりしてるね。こだわりとかある？初めて来ます。ソフトボールの、うん、中に入れて、ポケット潰さないように。なるほどね、ちょっと気持ちいいね。じゃあ、すごいグロビー焼き頑張ってるみたいな感じするので、はい、ぜひ続けてってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ下の名前でお名前いい？ケンタロウです。ケンタロウくん、次の1年生かな。はい、今6年生。はい、はい、じゃあちょっといい？グローブ、グローバルエリートだね。はい、買ってもらったばっかり。はい、おお、入団に合わせてお父さんに買ってもらった。はい、おお、いいね。なんか気に入ったポイントとか、これに気に入ったポイントってある？あ、ここなんだ。これ坂本選手モデル。あ、内野手モデル。すごいね、ウェブも HM でかっこいいので、このグローブでかっこいいことどんどん続けてみてください。はい、ありがとう。はい、じゃあ下の名前を。孔明です。孔明くん、はい、はい、ありがとう。ちょっとグローブいい？グローバルエリートのファーストサミットです。暗い色ですね。1年ぐらい使ってる？はい。おお、このグローブ決めたきっかけとかある？なんか黒が好きなの。おー、黒が好きで、グローバルエリートね、すごいこれ立体のダメだし、これもかっこいいよね。これすごい柔らかくて、ポケット深くて使いやすそうなので、今後このプレーでバシバシみんなのボール取っていってください。ありがとうございます。お名前はカメラに。公平です。公平くん、はい、はい、お願いします。じゃあちょっとグローブお借りしていい？こちらが左などのビクトリーステージの外野仕様です。これ大きいね、外野仕様。誰モデルとかある？ない。あ、普通の水野の外野仕様。これなんかこだわりのポイントとか？柔らかい。柔らかい、しっかりと。小指2本？小指2本。あ、小指2本か。ちょっと掴みに行くっていう柔らかさ。おー、なるほど。じゃあ何でも結構入る感じ。はい、おー、いいね。じゃあそれでもっともっとボールたくさん取っていってください。ありがとうございます。はい、いやいや、いやいや、大丈夫大丈夫大丈夫、入んなくていいから。はい、紹介してもいいかな。はい、じゃあお名前お願いします。大好きです。大好き。はい、はい、じゃあちょっとこれも欲しい。これがジームスの外野手用去年だね、これ。はい、色めちゃくちゃかっこいいね。使い込んでいい色の、はい、こだわりプリン。手がじっくりきたんで、うん、はい、じっくりと掴めるような、はい、でも自分の手にこれビビッときて、はい、それでお父さんに買ってもらった。はい、なるほどね。じゃあせっかくいいグローブ、はい、買ってもらったので、バシバシ受けてってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ笑ってんじゃん。はい、じゃあ前見て。はい、オッケー。はい、じゃあこのまま達也です。達也くん、はい、お願いします。じゃあちょっとグローブお借りしていい？高谷、次行こうぜ。はい、これジーブスの、これはオールラウンド。なるほど。オールラウンドにしてはちょっと大きめかな。ちょっと大きめ。うん、本当にどこでも守る。そう、今どこ守って？今セカンドやってます。セカンドか、なるほどね。だからね、ちょっと浅めかもしれない、ちょっとだけ。これなんかこだわりとかある？色っすかね。あー、レッドオレンジ。はい、赤オレンジ系の色がで、すごいこれも使い込んで色がだんだんと変わってきてるので、味が出てるので、まあ相当ちゃんと練習頑張ってるんだなっていうのが分かるので、引き続き練習頑張っていってください。はい、はい、ありがとうございます。終始ニヤニヤしてたけど、ありがとうございます。はい、じゃあお名前は？ルイです。ちょっとね、クーマーやこうやろうか、せっかくね、加熱して。ルイくん、いや、いいよ、戻っちゃうよこれ。あ、分かった。顔がちっちゃいだけなのか。はい、オッケー、ルイくんね。はい、小顔のルイくん。はい、じゃあちょっとグローブを。これはクボタスラッガーの SJ1。 へー、これあれじゃん、東京支店で買ってるんだよ。はい、ここに国運が入ってるんで。あ、はいはいはい。これどうしてこれにしたの？またやっぱスラッガーが好きで、うん、あの黒とこの色が好きで、うん、うん、単なの単イエロー、どっちだろう、イエローかな、ギリ。はいはい、僕もスラッガー好きなのでね、これはたまらんですわ。僕の壁に引っかかるグローブなんで、味も出てるので、ぜひね、これももっと使ってってください。はい、はい、ありがとうございます。終わった後全然気を。はい、じゃあお名前お願いします。レオです。レオくん、はい、はい、じゃあアイディコロボしていい？はい、これがプロステータス、 Z プロステータスの公式用だよね。はい、すごいこれ。あ、ヒップレザーの方だ。これ高かったよ、お父さんお母さんに返すのね。
これこだわりとか買ったポイントとかある？なんかハマった時に結構そのポッてハマったから、ああそう手に合ったって、自分これが一番しっくりきた。これでね、もうまだ硬いと思うので、はい、どんどん柔らかくしていってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあお名前お願いします。境のコウ君。コウ君、はい、じゃあコウ君ちょっと来るぞ。ありがとう。これジームスですね。青ラベルが多いね。外野よ。なんかこれこだわりのポイントとかある？色が好きで、しっくりきたことです。ああ、黄色が、好きで、はめたときに、あ、このグローブが一番手に合うなと思った。なるほどね。結構深いポケットで。普段もガイア？はい。なるほどね。これだったら、しっかりと掴めそうなので、はい、もっともっと、バシバシ取っていってください。はい。ありがとうございます。はい、タクタクする。はい、なんか俺が身長を上げて、何センチ？71センチ。あ、1センチ負けた。オッケー、じゃあグローブを返していい？ありがとう。これも、ずっとプロステイタスのキャッチャーミットです。これ、これもあれか、ブルダーラベルか。これなんかこだわりのポイントとかあるか。と刺繍の、なんか普通に黄色じゃなくて刺繍の緑がかっこよかった。あー、このステッチのね、このステッチの緑色が、はいはいはい、普通の、ちょっとまああんまり見ないかな、はい、でこれ、ちょっと思いっきり横型で、深く思いっきり握るような、はい、握る普通にこうみたいなね、はい、キャッチャーミット、まあ、Z のキャッチャーミットすごいいいミットなので、はい、ぜひもっと使っていってください。ありがとうございます。はい、じゃあお名前を。大月かなでです。かなでくん、はい、はい、じゃあちょっとどうもお願いします。これはグローバルエリートの、これオールラウンドなのかな、一応。はい、ライアンスはちょっと大きいもんね。オールラウンドとなっています。これ軽いものやっぱで、これさまだ買ったばっかりだと思うんだけど、どうしてこれでしたの？あのここの金が好き。ああ、ラベルの、ラベルのね、この薄い金みたいなね、コキが漂うというのがで、シリコンラベルっていうのが多かったの。なるほど。どのくらい前に買ったの？1ヶ月。ああ、じゃあまだ硬いね。じゃあどん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 使って柔らかくしていってください。はい、はい、ありがとう。はい、ということで本日はお宮川里森さんの1日人生か、のメンバーの皆さんの、グローブ紹介をさせていただきました。まあね、まだ始めたばっかりの子もいますし、でもね、もう1年間使い込んで、グローブを、紹介してくれた子もいたので、今後に、注目です。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、アイシャー！視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。